キッス FM 神戸アコースティックフェスティバルトップバッターは川西夏樹。川西夏樹です。今日よろしくお願いします。皆さんアコフェス楽しんでますか？イエーイ。お前楽しんでる？楽しんでますか？イエーイ。ありがとうございます。私、キス FM 様には、キス FM 様、ね、には、何度か出演させていただいてるんですけど、アコフェスに出るのは今年が初めてで、そして素敵な生田神社という場所で由緒正しいね神楽もあったりしてお祓いもしてもらってっていう、こんな素敵な場所で歌わせていただけて、皆さんに見ていただけて嬉しいなという気持ちでいっぱいです。今日はよろしくお願いします。はい、いつもこう水飲むときにパッて後ろ振り向くんですけど、今日は振り向いたら神様がいらっしゃるというか、ちょっとなんか緊張しちゃうんですけど、こんなねど真ん中で歌わせてもらってすいませんという気持ちなんですけど、皆さんで一緒に楽しめたらなと思います。よろしくお願いします。4月になって新しい環境に飛び込んでいる方がたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、
私も去年、地元奈良を離れて上京したんですけど、その時すごい寂しくなったり、私って一人ぼっちなんじゃないかなって思うことがすごくあったんですけど、きっと私が思ってるその気持ちって私が思ってるだけじゃないし、皆さんもきっとそういう気持ちになったことがあると思うんですけど、一人じゃないんだよっていうのをこの曲で伝えれたら嬉しいなと思います。聴いてください。東京きっと
すごくすごく切なくて空が狭くて作った君の街っていう曲を聴いてください。日は来ないんだね。